エリック・ヨハン・アイバーは、ドミニカ共和国、ペラビア・シューバに出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。メキシカンリーグのモンクローバス・スティーラーズ所属、ウィリー・アイバーは兄である。ロサンゼルス・エンゼルス時代2002年に、アナハイム・エンゼルスへ、ドラフト外で入団。マイナー時代に、タイ・バンバークレオ打撃コーチの指導により成長。2006年5月16日の、トロント・ブルージェイズ戦で、メジャーデビュー。 34試合に出場し打率。250、守備では2類種、遊撃手として出場し、遊撃手として39回の守備機会に対して4、失策と守備率は9割を下回った。2007年は、開幕からメジャーロースター入りを果たすも2回故障者リスト入りを経験し、79試合の出場に終わった。二千八年は、十八試合に出場。二千九年には、 遊撃手のレギュラーに定着し、アリーグ8位となる打率。312を記録して、ブレークを果たした。レギュラーに定着したことで、総力を生かしたアンダーが増加し、内野ア,アンダー35本、バントヒットに至っては、メジャー最多となる18本を記録した。守備でも高い守備力を発揮し、リーグの遊撃手としては、最多の100に閉鎖図を記録した。ポストシーズン対ヤンキース戦で、 ジーターが打った高いバウンドのゴールを素手で取り、素早く送球して、アウトにしたり、打撃では、サバシアからセンターにヒットを放つなど活躍した。6月28日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、アイバーがセーフティバントを試みた際、相手の投手が一塁へ悪送球し、ボールがライト方向に転がった隙に、アイバーは三塁にヘッドスライディングするが、ライトの野手が、 またも三塁に悪走球し合バーは、ホームイン。記録上は、シングルヒットとエラーであるが、バンとしたのが結局ホームランになるというチンジが、発生した。日本でも1982年に、巨人の篠塚和則が類似の経験をしている。2010年は、打率が、253まで低下したが、自身初の2個へとなる22ールを決めたほか、 38本の内野安打と2年連続メジャー最多となる16本のバントヒットを記録した。2011年は打率を279まで引き上げ、ホームランでも自身初の2桁となる10本塁打を放った。総力面でのスタッツでは自身初の30盗塁を決め、バントヒットは14本だった。また、ファーストに守備力の高いトランボが入ったことで、 閉札獲得数が再増加して、2年ぶりにアリーグ1位となる100に閉札を取った。シーズン終了後には、ゴールドグラブ賞も受賞した。2012年は、シーズン開始後に球団と4年3350万ドルで契約延長。シーズンでは、マイク・トラウトが台頭したことにより、リードオフマンの座を失ったが、相変わらずのスピードを発揮、盗塁は減少したとはいえ、3年連続20。 トール以上をマーク、メジャー3位のナ内アンダ40本、メジャー1位のバントヒット16本を決めた。バントヒット数でメジャー最多を記録するのは3度目のことである。また、この年は左投手をよく打った。バッティングでは打率を290まで上げて2年連続で打率上昇となった。2013年は開幕前の3月に開催された第3回。 ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。レギュラーシーズンでは引き続き遊撃のレギュラーを務めたが、8月にすねを痛めた影響で総力に関する成績が抜き並み、低下した。それでも3年連続で270代の打率を維持した。2014年はレギュラー獲得後では最多の156試合に出場し、打率、 278.7本類が68打点、16盗塁という成績を記録。盗塁は2年連続で20に届かなかったが、打点は自己ベストの数値である。遊撃守備では前年と比較してエラーを15から10に、DRS を引く7から引く3に改善した。オフの日米野球2014の MLB 選抜に選出されていたが、11月7日に怪我で事態となった。 2015年は2年連続で156試合に出場し打率270.3本塁打44打点という打撃成績をマークまた32塁打を放って5年連続で30本以上の2塁打を放った総塁面では15盗塁を決め2009年から7年連続2桁盗塁を継続した2015年11月12日にアンドレルトン、シモンズ ホセブリセーニオとのトレードでショーン・ニューカム、クリス・エリス・キンセンと共にアトランタ・ブレイブスへ移籍した。2016年は遊撃手のレギュラーで起用され97試合で打率242.2本類が26打点3盗塁という成績を残した。守備面では93試合で13失策、守備率 964DRS5 という数字を記録した。 2016年8月16日にマイクアビレス、軽度ビキーとのトレードでデトロイトタイガースへ移籍した。タイガース加入後は三塁手及び遊撃手で起用され、29試合に出場、打率、250.1本塁打、8打点という打撃成績と、三塁手12試合で DRS に遊撃で11試合で DRS0 という守備成績を残した。また、 6試合で2塁手の守りにもついた。ブレーブス時代との合算では、126試合に出場して打率。243.3本塁打、34打点、3盗塁という成績で、2008年以来8、シーズンぶりに規定打席相当数に届かなかった。遊撃守備は、104試合で13失策、守備率、968DRS5 という内容だった。 オフの11月3日に FA となった。2017年2月7日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。この年は108試合に出場して打率。234.7本塁が22打点、11盗塁の成績を残した。 オフの11月2日に FA となった。2018年2月23日にミネソタツインズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月23日に FA となった。その後、7月13日にメキシカンリーグのモンクローバ、ー、スティーラーズと契約を結んだ。ありがとうございます。